どうも、田畑ブラザーズ兄のよしきです。本日、水曜野球やってきちゃいました。セミの鳴き声がエグいですね。今日はカメラマンマッサンでやってもらいますけど、水曜野球といえば試合後の応答です。そして今回は前回負けてるんですよ。結構大差で負けて恥ずかしい思いしたんで、今日は勝ちましょうね。はるばる和歌山から来てますから。はい、本日のカバン紹介多分まだしてなかったんですけど、俺の野球カバンは基本これです。いつもこれやんの。ずっと長いんじゃん。なんか野球っぽいカバンが僕嫌で、ちょっとおしゃれしたいじゃないですか。トミー、あちらでは麻雀をしております。麻雀をしております。大阪って感じだね。まあ、そうなんですけども、先週の日曜日ホームラン打ったんです。ランニングホームランで、めちゃくちゃ走って足の筋伸びてます。まあ、今日水曜日やって3日ぐらい空いてるんやけど、全然治りませんね。これ少しこう折るだけで痛いみたいな。で今日はね、この旧法寺球場でやるんですけども、結構水曜野球打ってるイメージあるんですけどね、今年多分まだいいところで全然打ててないんで、打ちたいなと思います。ホームラン狙います。で今日は匠もいてなくて、一人で頑張らないといけないんですけども、この間ね一人でやった時にやっぱ結果出たら打てるよね、やっぱり。で今日はまたもや水曜日なんですけども、レースがありまして、ジャパンダートダービーというね、競馬のレースがあるんですよ。で夜8時なんで、まあやるかやらへんかわからないんですけども、僕がまあ期待してるのはノッツルの、6番人気ぐらいの武豊の騎手のノッツルのを推奨します。ちなみに僕が勝ったら来ますからね、基本乗ってるのを期待してます。マサは誰やろな。まあ最下位人気から流していくから大荒れ予想で、マサは大荒れ予想で大穴狙いということで、まあ今日もね試合ありますけども、朝9時開始、和歌山出たんは7時ぐらいなんですけど、試合に勝って美味しい王将を食べさせてもらって帰りましょう。相手チームは多分見た感じ弱そうです。あんま失礼やから、あれやな、まあまあまあええか、見た感じはちょっと弱そう。勝ちましょう。Let's go.
試合結果から相手弱いんじゃんとか言ってたんですけど、すいませんでした。4対2で敗北です。完敗です。完敗やな。僕の個人成績としては結果上は4打数2安打3ベース1本とライト5点みたいなやつ。3ベースは良かったんじゃないですかね、うん、結構飛んでた。距離出てた。普通の球場でも抜けてた。抜けてる抜けてる。好調キープできたんじゃないかな。でまあ凡打になったねチャンスで、ショートライナーもあったんですけど、まあいい当たりやったし、まあでもあそこはねやっぱ結果出して得点欲しかったですけどね。まあちょっとしゃあないかな。これで水曜野球がですねおそらく3連敗なんですよ。もうあかんのちゃうかな。あの決勝リーグみたいなあるやん。怪しいと思います。今までここ4年3年4年ぐらい来てるんですけど初めてですね。連敗が続くのは原因は不明です。僕の老化かもしれないです。スリーベースとかヒットとか、まあ、いい当たりも出てたし、メインのね日曜日の大阪の草野球につなげれたんじゃないかなと思います。ここからもう負けれない戦い続くと思うんでちょっと気合い入れて頑張ります。今日はもう走りすぎてもう無理です、今日の結果は4打数2安打ということで打点はなかったですけども結構ね最近調子が上がってきております。今日は右中間にヒットが出たということでよろしいんじゃないか。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。